ハロー YouTube、今日はですね、いよいよ開始になります、ワンストップ MNP、今日からですかね、開始ということで、これはどういう制度かというとですね、これまで MNP、ナンバーポータビリティ制度ですね、携帯キャリアを変えても、電話番号が継続して使える制度でございます。これまでですね、このナンバーポータビリティ MNP ですけれども、手続きが非常にめんどくさかったんですね。例えば、まあ私が運営しているあのホリエモバイルに、例えばドコモから、MNP を利用してですね、電話番号も付け替えるということをやろうとするとですね、まず、ドコモショップに行ってですね、ドコモから、番号をもらってですね、じゃあ、ホリエモバイルに移行しますみたいな。なんだよ、ホリエモバイルってみたいな。そんなとこ行かない方がいいですよとか、MVNO はなんか品質が悪いですよとかですね。結構いい加減なことを言ってですね、引き止めるらしいんですよ。で、この、引き止めるのをですね、やめさせると。まあ、要は、そのためにですね、ワンストップ MNP という制度が、始まりました。これどういうことかというとですね、移転先のキャリアですね、ソフトバンクとか KDDI とかそういったところに申し込めば、番号とその、変えますよと、ドコモから変えますよとかっていうふうに言うとですね、自動的にですね、もう乗り換え先のキャリアに申し込めばですね、そこで、申し込みが終わってしまうと。いう制度なんで、引き止められたりとか、そういったこともないですし、めんどくさい手続きは、必要ないということで、本当新規申し込みと同じようなノリで、ナンバーポータビリティが使えるということでですね、たくさんの人たちが乗り換えるんじゃないかなというふうに言われております。当面はですね、10月ぐらいまではですね、そのキャリア、ですね、ソフトバンクとか、ドコモとか、そういったキャリアと、まあ、キャリア、つまり MNO ですね、モバイルネットワークオペレーターですね、の略なんですけれども、こちらと、MVNO、モバイルバーチャル、ネットワークキャリア、ネットワークオペレーターですね、はですね、MVNO は日本通信のみ、今回からスタートすると。他の MVNO 等はですね、なんでスタートしないかというとですね、この MN を、ワンストップ MNP のですね、トラブルとかをですね、がないかどうか、そういったことをですね、半年ぐらいかけて、検証した上で、まあ、各キャリアがですね、MVNO の、オペレーションを作ると。それから、スタートとなりますので、ホリエモバイルもまだ、ワンストップ MNP には今現在はですね、対応してないんですけれども、今後ですね、12月ぐらいですかね、おそらく、ワンストップ NMP をですね、スタートさせる予定になっております。他の MVNO も同じ、同様の時期に開始ということになると思います。このワンストップ MNP がですね、開始されるとですね、たくさんの人たちが MVNO とかですね、そういったことを、とか、まあ、格安プランですね、各キャリアの格安プランにですね、簡単に移行できると。そういった状況になると思うので、ますますですね、僕ちょっと楽天モバイル大丈夫かなと、心配になってしまいますね。楽天モバイルに移行する人って、おそらくそのデータが、なんか無制限に使えると。ギガが無制限に使える以外にそんなにメリットないですよね。まあ楽天ポイントが貯まりやすくなるとか、楽天経済圏で、使ってる人たちはもしかしたらあるのかもしれないですけれども、今つながりにくい状況。そして先日もあの解説しましたけれども、au の回線を使ってるんだが、MVN とは違った枠組みでローミングをしているので、au のようなですね、スループット、同じ基地局を使っててもですね、スループットは十分に出ない可能性あります。だからいくら使えてもスループット出ないんだったら、要はスピードが速くないんだったら意味がないですよね。動画とか、そういった、リアルタイム系のですね、フォートナイト的な、まあ、ネットワークゲームなんかを使ってる人たちが多いと思いますので、うん、なかなか、僕は難しいんじゃないかなというふうに、感じております。むしろなんか MNP ワンストップになるとですね、流出が増えるんじゃないかなって勝手に失敗しちゃいます。まあ、ホリエモバイルみたいなものはですね、逆にもうウェルカムでしかないということで、まあ、12月に向けてですね、様々なプランも用意してですね、より、使われるキャリアに、まあ、キャリアとか MVNO キャリアにしていきたいなと、
思っております。ホリエモバイルに行ってらっしゃい。ホリエモバイル、格安スマホを超える携帯の LCC、 ホリエモバイルに行ってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、どうしよう。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、どうしよう。